こんなにも盛り上がるんだなって思いました。最初本当に3年間で初めてやる行事だったので、まあ、その生徒のその温度感というかどれぐらい盛り上がるかっていうところがすごく不安だったんですけれども、なんか生徒一人一人がまあ活躍する場っていうのがあったりだとか、まあ、それ以外にも先生たちがいろんなまあサポートをしていろいろ動いてくれたおかげですごく楽しいまあ行事イベントになったのではないかなと思います。クキフェスは、クキ校単独で行う、プチ文化祭のようなものでバンドであったりだとかダンス、それ以外にも、漫才やコントだったりだとかクキ校独自で楽しめますよっていうような行事です。そうですね、整備学園は合同で文化祭だったり体育祭だったり、あとはラブミュージックっていうような音楽祭とかっていうのがあるんですけども、ただそうなるとなかなかその前に出るっていうことが難しいっていう子もいるので、まあ、そういったところでまずはじゃあ知った中の人たちの前で出られるようにしてみましょうとか、やっぱり音楽とかダンスとか漫才とかそういう好きな子って多いので、そういったものを発表できる場っていうのをじゃあ区議校内で作ってあげようっていうところで始めたのがきっかけになります。生徒たちにとって音楽は挑戦するきっかけだと思います。今まで人前に立つのが苦手だったりとか、こうイベントごとに参加するのがちょっとっていう生徒たちも、音楽を通じて少しずつこう人前に出たりとか自分を表現するのが楽しいって思ってくれるように、なっているなというふうに感じます。この整備学園に入ってくる生徒っていうのは大体の子っていうのが音楽が好きっていう子が多くて、でそれをきっかけに、まあ、今後のことを考えられるようになったりだとか、友達と話せるようになったりだとか、そういったところでつながりっていうのが音楽を通じて持てるものではあると思うので、整備学園にとって音楽っていうのはなくてはならないものなのかなと思います。学校ってこんなに楽しいんだなって思ってもらえるのが一番ですね。でそれがゆくゆく他の人、知らない人がいるところにも出ていけるような、はい、そうなってほしいって思って、まあ、このクキフェスっていうのをやっております。第1回目だったけど、もう最高な1日になりました。めちゃくちゃ楽しかったです。また卒業する前にまたやりたいです。今日のクキフェスはもう他のグループもめちゃくちゃ上手くて楽しめたんじゃないかなと思っております。みんなと音楽できないのかって思うとちょっとやっぱ寂しいですね。やっぱり人を楽しませたりできるすごいなんか魔法だなって思っております。僕にとって音楽は、今では生きがいのものです。僕は、体が動く限り、音楽を続けていきたいと思っています。